皆さんこんにちは。ホテルの魅力をスムーズに伝えるタクボトラベルです。今日は東京都新宿区にあるファーストキャビン市ヶ谷に一泊してきました。 JR 総武線市ヶ谷駅から徒歩2分、改札を出て左側の BKP ビルの1階がホテルの入り口になるので、駅からも分かりやすいです。ファーストキャビンですが、飛行機をモチーフとしたコンパクトなホテルで、ビジネスクラスとファーストクラスの2つに分かれています。少し前の動画でファーストキャビン赤坂にてビジネスクラスキャビンに宿泊して、初のカプセルホテルステイを経験してきたのですが、今回は念願のファーストクラスキャビンを予約して優雅なカプセルホテルステイを満喫してこようと思います。BKP ビルの1階がチェックインカウンターで、フロント近くにはアメニティが、イヤホン、耳栓、カミソリ、ヘアブラシ、歯ブラシ、ボディタオルが置いてあります。そして入り口付近に待合スペース、女性専用キャビンの入り口、奥の方に男性専用キャビンの入り口があり、男女ともにカードキーを渡されるので、セキュリティ対策もバッチリです。それでは早速部屋に入ろうと思います。まずはホテル情報からいきましょう。最寄り駅は JR 総武線市ヶ谷駅から徒歩2分、基本チェックインは17時から、基本チェックアウトは10時まで、エレベーターは1機、地下1階から4階まで全165室。今日のお部屋は4階でした。
イエーイ。